ですと。さあということで今回も早速やってまいりましょう。はいってことでやっていきましょう。どうもラナでございます。久々のあい。さてということで今回もスマホ版にゃんこらえ戦争ほわかの方でやっていくわけなんですけれども、ちょうど収録開始した途端めちゃくちゃ睡魔来たんだけど、ちょっと大丈夫かな。まあちょっと収録してるのはね、今回もね、まあ深夜っていうことなんで、ちょっとネジの方がねもう 4,5 本抜けてね、ちょっと頭の回転がいつも以上に遅いかもしれませんけれども、温かい目で見ていただければなと思います。それでは早速本題に入りましょう。んで今回ですね、やっていく内容に関してはこちら、ようやくですねステージの方が挑戦できるようになりましたので、今回はこちらのスト教習に挑戦していこうかなと思います。スイマが、さあということでじゃあ早速ですね挑戦していこうかなと思いますよ。やばいな、なんでこんなに睡魔来たんだろう。わからんわからん、別に食後でもないのにね。ちょっと睡魔が来て喜んでるんですけども、もうその喜んでる場合じゃないよ。もう早速やっていきましょうか。じゃあ一旦詳細の方を見ていきます。さあということで使徒教習に関してはですね、まあ全20ステージでございます。はい、どうだろう、これも多分ねレベル15ぐらいになってきたらきつくなってくるんじゃないのかな。まあまずはですね、まあレベル1からなんでそんなに難しくないのかなと思うんで、まあとりあえずですね、レベル3までとりあえずゴリ押しでやっていこうかなと思います。まあ出撃制限もないもんね。あれこれでも挑戦した記憶ないよねこれね。え待って、これ挑戦したの前回あったんだっけこのステージ。俺もう覚えてないんだが。あったんだ。しかもこの編成でやったんだね。あ、なるほどね。全然覚えてない。じゃあ、せっかくだったら前回クリア時の編成でやっていきましょうか。はい、じゃあ早速参りましょう。はい、辻。嘘。マジで前回のコラボの時来てたんだっけ？全然覚えてないんだけど。なんか今回初かなとか思ってさ、ちょっとウキウキだったのが、若干がっかりしてるんだけど。マジか。ちょっと待ってよ。ってことはもしかしたらさ、過去に動画で撮ってる可能性があるから、ちょっとその辺も確認しておきましょうか。やばい、全然記憶がないんだけど。俺もやばいかもしれないね。記憶力がなさすぎてもうちょっと本当にやばいよねマジでね。やばいよ。なんか記憶力を高めるさ、なんか食べ物食べなきゃね。まあ、食べたところで治るかわからんけれども。いえーマジか。はい、ということでレベル1は難なくクリアでございます。まあこの調子でお次も参りましょう。あ、次レベル2。さあお次はレベル2でございます。まあこれも全然ね多分そんなに難しくないんじゃないのかなと思うんで、もう適当にキャラ出してやっていこうかなと思います。ちょっとねエヴァキャラの性能が全然把握してない状態でとりあえずもう適当に出してるんだけど、まあ使徒キラーは大体みんな持ってるんじゃないのかなとか思うんだけど、あれ待って、ブンダーがさ、これ第2形態になってんな。そうか、そうか。前回クリア時の表示だから、そうか。まあいいや。あー、取り巻きが若干強い。取り巻きが若干強いけれども、大丈夫。よし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 。オッケー。で、どうしようか。とりあえず今回レベル3まではやっておこうかなとは思うんですけれども、多分そうするとだいぶね、尺の余りが出てくるかなと思うんで、ちょっとその後もしかしたら数時間後にですね、ちょっと続きのステージもしかしたらやるかもしれないんで、まあその辺はまた状況見ながら適当にやっていきましょうか。はい、じゃあお次行きましょう。お次レベル3。あーやばい、待って。すごい、スイマがめちゃくちゃ来てるぞ。これはやばいな。よし、とりあえず寝る前にですね、このステージだけはちょっとクリアしちゃいましょう。でまた寝て起きたらですね、続きのステージですね進めていければなと思います。どうだろう、レベル20はどれくらいでいけるか、できればちょっと早めにですね、ちょっととりあえず挑戦できればなとは思うんですけれどもね、またその辺まで行ったら、動画でやるかわからないんですけど、まあその辺はちょっと状況見て、決めてやっていこうかなと思います。あとはそうですね、何日後だっけ、なんかまた追加のステージが来たりとか、いろいろあるかなと思うんで、またその辺もですね、おいおいでやっていこうかなと思います。ちょっと待って、やばいな。眠すぎてちょっとね、顎がちょっとダメだ。やばい。全然喋れないわ。まあいいや。よし。オッケー。撃破でございます。もう大丈夫でございますね。あとはそうだ。歌唱のさ、綾波の方もね、まだ育成させてないから、その辺もちょっとまた後で、やろうかなと思います。はい。オッケー。終了でございまーす。一点終わり。
使徒教習の続きやろうかなと思ったんですけれども、ちょうどね第10の人修練の方が来ていて、しかもね残り21分で終わってしまいますので、ちょっと今からそちらのステージの方やっていこうかなと思います。もうこれもなんだかんだでね、もうステージレベル3でございますよ。さあということでラストでございますね、最強の強烈タイプ超極物でございます。はい、これそんなにね統率力使わないからめちゃくちゃいいんですよね。そう、意外とね第10の人も強ければ取り巻きも結構邪魔なんだよね。まあ、とりあえず編成に関してはこんな感じでやっていこうかなと思います。もう使徒キラーゴリゾウでね、で取り巻きに関してはまあカサリゾウさんにですね、まあ、なんとかしてもらうみたいな感じでやっていこうかなと思いますけども、頑張れよ。さあということで、じゃあ早速参りましょう。さあということで早速やってまいりましょうか。もう序盤からですね、とりあえずですね、もうシンジ&カオルの方ですね、もう出して、で途中から多分取り巻きの方がですね、まあ、出てくるのかなと思うんで、あーでもやっぱ強い、さすが難易度レベル3だね。うわー一撃が強すぎる。でもこれさ、ちょっと押されるとやばいんだよ。もうあ終わった、ちょっと待って、ちょっと待って。いやそれはないよ、さすがに。ちょっとさすがにちょっとやばすぎるってこれは。いやー一撃が強すぎる。ちょっとこれはやばいね。猫も積まないとやばいよ。てか一回もロックバックしないんだけど、急に難易度上がりすぎじゃない。ちょっとやばい、今のうちなんだけど、いやーそっか、キャノンブレイクも効かないもんな。あーこれ負けたな、これ。ちょっと万全だか。ちょっと待って、これは結構やばいかもしれない。いやーとりあえずはここで足止めしてもらおう。とりあえずひたすらですね、もう足止めしてもらいつつ、よし、オッケー。まあここまでお財布が貯まれば大丈夫じゃないのかなと思うんで、じゃあこっからはとりあえずですね、ガンガンですね、もう使徒キラーのキャラクターの方も積んで、結構さ、これ殺意のワンコとかめちゃくちゃ邪魔なんだけど、やめてもらいたいんだけど、いやこの一撃でまだ耐えるよね。耐えるんだけど、これなんだよ、これ。え、ほら全然倒れないんだけど、これやばくない？ちょっと、うわー、いや出せてもまだ出てくるんだよ。ちょっと待って、ちょまずい、これはやばいんだけど。俺負けだろこれ。うわマジで、俺これどうやって勝ったんだっけこれ。